こんにちは、旬ダイリーメンバー24卒の鈴です。本日の動画はですね、今6月なんですけど、まだ内定ない人が今後納得内定を取っていくために6月に絶対すべきこと3つをセカニチさんに聞いていきます。今この動画を見てもう明日から行動に移してもらえれば、今後絶対に納得内定を取れるであったりとか、今落ち込んでて頑張れないって人もこの動画を見れば絶対に頑張れるような動画にしているので、ぜひ最後まで見てみてください。ということで早速セカニチさんに来ていただきます。お願いします。はい、どうも皆さんこんにちは。セカニチでございます。就活は10年以上続けておりまして、500人以上の相談に乗ってきました。面接は100本以上公開してきましたので、面接のプロ、就活のプロでございます。じゃあまず一つ目のパターンの、はい、もう本当にもう何十社も落ちちゃって、うんうん、もうどこからも内定ないんじゃないかなって悩んでしまってる人、こういう人たちは今後納得内定を取るためにどういうことをすればいいですか？この悩み二つパターンがございまして、はい、二次面接に通っているか通っていないかでだいぶ話が変わってきます。一次二次面接ってやっぱり深くまでは見れないので、ある程度表面上の部分なんですね。その表面上の部分で受かってるのか、それとも落ちてるのかっていうのがかなり差が分かれます。なるほど。二次面接落ちてる人のパターンからいきますね。はいはい、二次面接落ちてる人のパターンは、まず自己紹介と学知か強みに関して分からない、伝わっていないっていうケースですね。最初に自己紹介をお願いしますってんで、30秒から60秒ぐらいで自己紹介するじゃないですか。それに加えて学知かと自分の強みみたいなことを言うじゃないですか。はいはい、これがあまりにも抽象的すぎて分からないですとか、練られていないから何を聞いていいかも分からないみたいなことが起きちゃってるので、基本的なところで落ちちゃってるのはかなりまずいです。でこういう人に関して対策としては、はい、友達を相手にして、別に社会人じゃなくても大丈夫です。同い年でもいいですし、なんだろう、後輩でもいいです、うん、にお願いをして、面接をして厳しめのフィードバックをくださいというふうにお願いをしてください。厳しめのフィードバックをもらえば、必ずその自己紹介何言ってるか分かんないですとか、学知か何質問していいかも分からない、全部抽象的すぎて何も覚えられないみたいなことって必ず言われるはずなんです。なんでそうやって厳しいフィードバックから逃げてはいけないっていうのがメッセージになります。逃げちゃいますよねまあ逃げちゃうんですけれども、今頑張ればこの先ね、5年10年楽になるはずなので、今月だけはちょっと頑張ってみるかと思って、うん、ぜひ頑張ってほしいなと思ってます。その2次以降で落ちちゃう人っていうのはどういう対策をしていけば、はい、2次面接は通って3次以降で落ちちゃう人っていうのは、はい、これ志望動機が大きな原因です ね。っていうのも、採用する側ってすごい不安なのは、この人内定出した後に蹴らないかどうかっていうのはすごく不安なんですよ。志望動機があやふやな人って、優秀だとしても内定を出しても蹴るんじゃないかなと思って、優秀でも落とすってケースめっちゃあるんですね、はい、なんで志望動機が具体的ではないというのが可能性としてはすごく高いんです、はい、じゃその志望動機の具体性上げていくためにはどうしたらいいですか？はい、志望動機は簡単に言うと、もう社員さんといかに合ってるかっていうことがかなり重要です、はい、っていうのも、だから結婚と同じで、一回もデートしたことない人から結婚してくださいって言われて、どう思います？誰ってなりますよね。誰だし、いや嘘でしょそれ。なりますね、確かに単純にそれって嘘だよねって話なんで、うん、就活が例えば半年間とかあって、半年もあったのに一回も社員と会ってません、でも第一志望です、それ単純に嘘じゃんっていうふうに思っちゃうので、それが嘘じゃないよって思わせるために、半年間の間で社員さんに3人と時間を取っていただいて、こういうふうに話してっていうふうに、その志望度を本気で伝えるためには、社員さんと会っていかに志望動機を具体的にできるかが命です。社員さんと会う以外に志望動機を具体的にしていく方法ってあるんですか？ああ、まあ例えば社員さんのインタビューを読むとかですね。会社名で社員インタビューってほぼ確実になるはずなので、はい、あの社員さんのインタビューを読むってこと。それを自分の志望動機に落とし込めばいいんですか？まあそうですね、丸パクリはもちろんダメですけど、はい、自分の体験談とかけることの社員さんの言ってることってことで、この掛け算でオリジナリティを出していくってことをすればいいと思います。ここの自分の体験談も話してない人多いですよね。そう、その通りですね。現代人って減点を恐れちゃうっていうので、減点されないようにうまく作ることがうまくなっちゃうんです。それって全部抽象的なんですよね、はい、つまり逃げてるんです、減点から、はい、いかに具体的にするかっていうのが命だと思って、自分の体験談を交えて志望動機にするっていうのはマストだと思います。はい、次2つ目のパターンだったら、はい、第一志望に落ちちゃって他に行きたい企業もないしって落ち込んじゃったりとか、もうそもそもなんかその第一志望落ちたショックで就活もう何も手につかないみたいな。なるほど。でも私もね、この間第一志望の最終面接とかってその結果待ち中なんですよ今、はい、もし落ちてたらショックすぎてってことです。そう、だからまずどういうふうに気持ち切り替えればいいのか、はいはいはい、結論、人生は長い、そして世界は広いと思ってください。今例えば20前半ぐらいで第一志望って決めるんですけど、実はもっともっと世界は広いですし、これから25歳30歳になっていくにつれて、自分のやりたいこととか自分の将来像っていうのは変わっていくんですね。なんで今第一志望と思っていても、実は3年後5年後10年後に全然違う考え、全然違う行動をすることって結構あるんです。あくまでも今は狭い世界で決めてるんだなっていうふうに思った方がいい。
もっともっと広い世界はありますし、私33年間生きてますけど、未だに日本でも知らない有料企業とかいっぱいありますので、もう全てを正確に把握するって不可能なんですよ。なんで、もっともっと広い希望があるんだというふうに思って切り替えてほしいなと思ってます。次の企業を探して、また選考頑張るためにどうしたらいいですか？5年後とか10年後とかの自分を想像してください。で、5年後10年後の自分から見て、あの時志望してた A 社に結果落ちてよかったなっていう風に思える日が絶対来るんですよ。絶対に来る。 100% 絶対に来る。 A 社落ちたおかげで B 社 C 社と出会えて、今こういう人生を歩めて今幸せだなっていう風に思うこと絶対あるんですよ。裏を返すと、 A 社めっちゃ志望してて A 社入りました、でも激務すぎて潰れてストレスでハゲて胃潰瘍になってみたいなことってあり得るんですね、っていうこともあるので、何が正解で何が幸せかっていう誰にも分からないわけです。なんで5年後10年後の自分想像して、今あの時落ちてよかったって思えるように行動していこうっていう切り替えをした。なるほどなるほど。社会人10年目ぐらい経ってみると、過去の新卒の就活でこれこれうんぬんかんぬんって言ってる人は10年も経つと誰もいません。いや、でも思うのが、そう言わないのはその時にちゃんと切り替えて頑張れた人だけだと思う。その時に、あー落ちちゃった、人生終わりだみたいな感じで落ちていっちゃう人は、はい、ずっとそのことについて後悔する。いやいや、でも10年経つと、学生時代にそういうことを言っていた人ももうそのこと一切言わないですし、そのこと関係ない。今就活ってすごいさ、皆さん高い山に見えるじゃないですか、なんですけど、全然人生の山において中くらいなんですよね。社会人になった後に もうたくさんの山が待ち受けてるわけですよ。あ、就活なんてちっちゃい山で、なんであんなに悩んでたんだろうなっていうふうに30歳になった時に思う。絶対にあくまでもそんなに大きすぎる山ではないというふうに思った方がいいかなと。5年後10年後にしか正解は分からないですけど、これでも5年後10年後もこの YouTube 残ってるはずなんで、正解にしていくと思って頑張るしかないです、はい、いや、正解になりますよ、絶対 100% なる。人間はそういう風にできてる。なんで5年後10年後にこれ答えしましょう。本日はですね、今全然泣いてもらえなくて悩んでる人と、あと大志望落ちて希望も全て失っちゃったみたいな風に悩んでる人に向けて6月の動き方をセカニチさんに解説していただきました。もう今日の動画を見てね、早速もう本当に明日から行動に移してくれたら、もう今月来月納得の相手絶対取れると思いますので、そうですね、見るだけじゃなくて行動に移してみてください、はい、ということでセカニチさんから、なんか最後に今月頑張る就活生に向けてメッセージがあればお願いします。はい、人生学歴などでは一切決まりません。人生はモチベーションで決まります。なのでいかにモチベーションを高く保てるかがすごく大事で、モチベーションを高く保つためには友達に宣言をすることがすごい大事なんですね、まあ、身近な友達でいいです。身近な友達に自分の目標をぜひ宣言してください。そしてモチベーションを常に忘れてはいけないし、就活だけが人生じゃないので、その先以降も高いモチベーションを持っていろんなことに取り組んでほしいなと思います。ということで今月も頑張っていきましょう。せーの、じゃらー。